本社では、開発では、そのどういったこの今後、商業施設が、正直、一本ではやっていけないっていうのは、今、会社の課題としてありまして、どういったところに、平たく言うと手を出していこうかと、どういうところでこう、事業を作っていこうかっ事てい業う開と発ころね。の、事業開発の仕事だ。なので、かなり企画書作りとか、なるほど。それまた資料作り、ほぼあんまりそんなになかったんですけど、本当使い物にならなかったんだろうね、最初ね、それね。すごいわかるわ。いや、もう、超苦手でした。超苦手で、本当にもう自分のできないところを、まざまざと、ねえ、見せつけられたって感じもの一う、見年せだっつたけんだらろうれたね。感じっていう。大変だったんだね、そこね。いや、大変でした、大変でした。結構大変でした。想像つくわ。はい、そうなんですよ。で、そうです。そこで、結構、経営会議とかに提出するような資料なので、かなりシビアな内容でやっていって、あとは、いろんな、それこそ財務だったりとか、法務だったりとかっていうところとの調整が多かったので、社内調整っていう面でも、結構、部署を飛び越えては初めてだったので、それまでは割と事業所内だけだったんですけど、そういったところで大きく仕事のやり方が変わりました。で、今は1年財務にいて、計7年間仕事をしてきてます。じゃあ、いわゆるね、店舗のプロモーションというかね、施設のプロモーション、やった広報時代、の仕事、なんだろうな、仕事を簡単に説明してください。もうちょっとさっきより詳しく。目的は大きく2つで、いかにお客さんを呼ぶかっていうことと、いかにその、呼んだお客さんに買ってもらうかっていうの、2つが大きな目標で、広報として仕事するんですけども、集客と販売促進だね。そうです、集客と販売促進です。で、集客だと、イベントだったり、あとは、季節訴求系ですね。わかりやすいのはクリスマスだったら、そのクリスマスの装飾をしたりとか、やっぱりそういう季節になると、そういう雰囲気のあるところにみんな行きたいので、やっそうぱだそね。ういうちゃんと受け皿を作って、感覚的には文化祭やってるに近いかもしれない。雰囲気作って、人が来たくなるような催しを作ってっていうことで。で、そこであとは買ってもらうっていうところでは、例えば、クレジットカード会社と、提携して、カード関係と入会したら、こういった特典もらえますよっていうキャンペーンを、予算を組んで、こういう企画でいきましょうだったりとか、あとは、あれですね。テナントさんの、商品を訴求することをウェブでやったりとか、それまたいろいろ担当分かれるんで、私はあまりそういうのはウェブ系はメインではなかったんですけど、館内で、それが目立つような展示の仕方を考えたりとか、ことをしていく、をやって部署まなしんだね。た。で、その中で私がすごい実際担当してたっていうところをもう少し詳しく言うと、どういうことなんだろうね。私はイベントで、例えばイベント会社の方と、こういった人を呼びたいと。で、こういった人が、私が働いてた地域だと、いわゆるメジャーどころの人を呼ぶことで一番人が集まるっていうことから、そういった人をイベント業者と相談して、どう内容でやるのがいいかとか、あとは、それいざイベントをするときに、どういう、形で、会場を作って、安全に、かつ、人が集まるような体制を組めるかっていうのを、
まあ、イベントって一つ言っても企画会社があって、さらにそれを運営してくれる運営会社っていうのがあって、うん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 、でまたそのイベント会場を作るための施工会社っていうのがあって、まあ、そういったいくつかの会社の方とまあ連携して、まあ、自分が主担当となって、うん、その指揮を取って、まあ、一つのイベントを作っていくっていうのが、まあ割とこう自分が手を動かしてやった仕事。なるほど、ね、はい。その辺広告代理店は絡んでこないんだ。広告代理店が絡む時もあります。でそれはやっぱりあのメディアを使うようなラジオを使ったりとか、はいはいはい、いう時に絡みます。そうじゃない時は、はい、まあ絡まないで、まあ、うん、元受けっていうのは例えばこれってあれでしょ、あの御社だけじゃなくていろんなところをやっていらっしゃるところだろうから、多分名前とか言ってもあの別に御社なんか特定されないと思うんだけど、はい、例えばどういう会社なの、その元受け、どういう会社なの。元受けだと産経リビングっていう、まあ、あの媒体の、はいはい、はい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 、ああいう会社、まあ、そうです、産経系列の会社だったりとか、だったりとか、他にはまあ、そうですね、皆さんが知ってるような会社、ああまあ JTB さんとか、あ、そうです、そういったイベント関係を。なるほど。なので、なでも知らない会社、名前知らない会社でも結構その領域でやってるよみたいな会社も逆に聞きたい。あ、さん、はい、あります。例えばどんな会社。例えばまあ、醤油堂さんっていう会社ですと、うんうん、まあ、そういったこうタレントとのつながりも、はい、まあ、持ってるけど、まあ、どちらかというとこう運営スタッフ、はいはいはい、をまあいくつか抱えていて、会社が、はいはい、まあ、そういった人を派遣してくださったりとか、はい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 、なるほどね。でそのイベントの設営とか撤去とかするところとかはもう山のようにあるもんね、はい、あ、そうですね、うん、そうですね、はい、俺大学の時5年間ずっとそういう会社で設営撤去やってたよ。あ、そうなんですね。そうそうそう、まさにそれです。そうだよね、なるほどなるほど。でその辺をやってましたと。楽しかったこと、はい、苦しかったことで言うとどう？はい、まあ